天文台校内古墳とは、東京都三鷹市大沢の国立天文台、三鷹キャンパスの敷地内にある上園下方墳である。天文台校内古墳は、江戸時代後期の地市、新編武蔵風土機構と武蔵名勝図への多摩郡世田谷寮大沢村の校に藤塚として記載されており、当時は藤塚として利用されていたことが明らかになっている。また当時は、女人禁制で、 不助死が登ることが禁じられており、その昔、甲府伝の高場のお立場として利用されたという言い伝えがあるとの記述もある。このように、天文大構内古墳は長い間古墳とはみなされていなかったが、1970年、三鷹市の死死編纂委員会の手によって発掘が行われ、横穴式石室の存在が明らかになり、古墳であることが判明した。 ただし学会に発掘調査の成果が公表されず、古墳の存在も広く知られることがなかった。1992年から1994年にかけて東京都教育委員会が多摩地区の古墳について確認調査を実施し、その報告書の中で初めて天文台校内古墳の名が学会に知られるようになった。2003年から開始された武蔵府中。 熊野神社古墳の発掘の結果、よく似た横穴式石室を持っている天文台構内古墳の注目度が高まったこともあって天文台構内古墳は2004年度以降継続して発掘調査研究が行われている。まず2004年12月天文台構内古墳の紛糾測量調査が実施された。その後2006年2月には 横穴式石室の全容調査を目的とした発掘調査が行われ、複室、銅針型の石室であることが確認された。2006年11月の発掘調査では、紛糾の状態と集合について確認がなされた。さらに2007年10月から11月にかけて、紛糾や紛糾周囲の発掘調査が行われ、その結果2007年12月、 天文台構内古墳は全国4例目の上円化宝墳であることが判明した。ただし下宝部に墳球、付近市を施した武蔵府中熊野神社古墳と異なり、天文台構内古墳は円墳の周囲に方形の集合が巡っている形をしており、上円化宝墳の類型の墳型として、宝器円墳という名称も提唱されている。2008年8月、 現室内から7世紀第3四半期のものと見られる、末期の壺と、弾きの月が発見された。天文台構内古墳は、武蔵野大地城にあり、古墳の北西から、南東側には、野川北岸沿いに貸し断球である、国分寺が桂線がある。また、古墳の東側には野川に注ぐ支流が刻んだ谷があり、天文台構内古墳は、武蔵野大地の辺縁部に位置している。 噴丘の南側には小さな谷があり、古墳全体としても南側が、やや低くなっている。三鷹市内の野川流域とその近隣には、出産横穴母軍など7群の横穴母軍があり、うち6群の横穴母軍は、国分寺崖線に沿って作られている。天文大構内古墳東側にある谷沿いにも、原横穴母軍があるなど、古墳周辺には、 数多くの横穴墓が作られているが、天文台校内古墳の周辺には、高塚式の古墳は存在しない。国立天文台三鷹キャンパス内には、旧石器時代から近世までの複合遺跡である、天文台校内遺跡がある。もともとこの地域は、豊かな湧水に恵まれており、水利に恵まれ生活に適した場所であった。一辺27から28メートルの豊墳の上に、 直径約18メートル、高さ2.2メートルの円墳が乗った形の上円下方墳。もともと上円部の高さは3.7メートル程度あったものと推定されている。古墳の東側、北側、西側には最大幅7.5メートル、深さ1.8メートルになる集合があるが、集合の深さ、幅とも不整形である。なお、 噴球南側に集合が巡っているかどうかまだ不明である。吹石については噴球の一部に確認されている。かつては噴球全体を覆っていたものと思われる。噴球は関東ロームや国土を互い違いに突き固める半築工法で造成されていた。天文内構内古墳の墓前域と石室上部。天文内構内古墳の主体部は沿道、全室。 原質の三室構造の横穴式石室であり、全長は約6.9メートルである。墓前域は八の字に開き、原質は丸みを帯びた銅り形である。また石室は極めて柔らかいシルトガンを組み合わせて作られている。1970年の発掘調査では、石室の床面は河内市で敷石がなされているのが確認されている。これらの特徴は、 東京都多摩地区の終末期古墳である、府中市の武蔵府中熊野神社古墳や八王子市の北、大谷古墳などと一致しており、特に武蔵府中熊野神社古墳との類似性が注目されるが、主体武器その掘り込み事業は、約40センチメートルと1.5メートル以上の掘り込み事業が行われていた武蔵府中熊野神社古墳との大きな違いもある。 1970年の発掘調査では、原質の存在が確認されておらず、2006年2月の発掘調査の結果、初めて銅り形をした原質の存在が明らかとなった。原質部分の天井石はすべて崩落しており、現在、原質は埋まった状態になっている。2008年度には、原質内の発掘調査が行われた。 古墳の主体部の発掘がまだ終了していないため、現在のところ出土品は集合、そして原質から出土した末期とはじきのみである。原質内から発掘された末期は7世紀第3四半期のものとみられ、石室の形態から判断される古墳築造時期とほぼ一致している。天文内構内古墳の特徴としては、まず全国で4例目となる上円化方墳であることが、 あげられる。石室の形態などから、築造時期は7世紀半ばから後半にかけてと考えられている。約7.5キロメートル西側にある上円化豊墳の、武蔵府中熊野神社古墳との類似性が注目されるところであるが、古墳の規模などから判断すると、天文台構内古墳は、多摩地区において、武蔵府中熊野神社古墳に次ぐ位置を占めた古墳であると考えられる。 天文台構内古墳は、石室の形態から、武蔵府中熊野神社古墳の少し後に築造されたと考える研究者が多い。また天文台構内古墳は、八王子市の北大谷古墳や武蔵府中、熊野神社古墳と同様の、複質、銅針型の石室を持っており、このような特徴を持った多摩地域の終末期古墳は、同時期の他の多摩地域の古墳と比べて明らかに規模が、 大きく、多摩地域の主張の中でも有力者を葬る形式の古墳として定着していたものと考えられる。福室銅針型の石室は、九州地方北部の筑後地域の6世紀後半以降の古墳でよく見られる特徴であり、北部九州の古墳の影響を受けて6世紀末以降、武蔵北部や南武蔵の多摩川流域で、福室 胴張り型の石室を持つ古墳の築造が始まったとの説も唱えられている。天文内構内古墳の近隣には数多くの横穴墓があり、それら横穴墓が作られた時期は7世紀中頃から後半以降とみられている。天文内構内古墳の被装者は横穴墓を作った集団を支配する地位にある多摩地区でも有力な主張であったと考えられる。ありがとうございます。